エレクトリックアコースティックギター。エレクトリックアコースティックギター。通称エレアコは、アコースティックギターにピックアップを取り付けアンプ等から、大音量で演奏することを可能にしたギターである。ポピュラー音楽のコンサートの大音量化の流れの中で、アコースティックギター本来の音をそのまま、増幅できるように開発された。音色や使いやすさを調整するために、部分的に従来のアコースティックギターとは、 構造が違うところもあるが、生音での使用も可能なものが主流である。アメリカでは、エレクトリック・アコースティックギターは、かつて、セミ・フル・アコースティックギター、ボディ内に空洞を設けた、エレクトリックギターを指す言葉だったため、日本でいう、エレアコは、アメリカでは、アコースティック・エレクトリックギターと呼ばれることも多い。 現在のエレアコの原型となったのは1969年に発売されたオベーション社のギターである。ヘリコプターの製造会社、カーマイコーポレーションの社長、チャールズ・カーマンは有名なギタリストでもあった。1966年にカーマンコーポレーションの子会社としてオベーション社を設立し、3年後に発売されたものが航空機の技術をギターに生かしエレアコであった。 発売当初はあまりにも画期的なもので受け入れられなかったが、1970年代には保守的なミュージシャンの間にも浸透していくこととなった。オベーション以前もギブソン社の J-160E 等のようなエレクトリックギター用のピックアップを装備したアコースティックギターは存在したが、エレクトリック用のピックアップが増幅する音はアコースティックギター本来の音とは異なるものであった。 オベーション社のギターはエレクトリックギター用のマグネティックピックアップではなくピエゾピックアップを搭載しておりよりアコースティックギター本来の音に近い音を出力することに成功したまたボディのバックには従来の木材の代わりにディラコードと呼ばれるグラスファイバーを半球状に加工したものを使わし音の振動が集中する構造になっていた現在でもオベーション社をはじめとした いくつかのメーカーがこの構造を採用している。1975年、オベーション社は新たなブランド、アドマスを発売する。アドマスでは、カーボンファイバーの間にカバ材が挟まれたファイブロニックサウンドボードがボディトップに使用され、従来のアコースティックに見られるような弦の真下に位置する一個の大きなサウンドホールではなく、ボディトップ上部に多数の 小さなサウンドホールを開けるデザインが取られた。その後多くのメーカーが追随し、エレアコを製造するようになる。日本では、高峰が1979年にエレアコの発売を開始した。その後モーリスが1981年にトルネードシリーズを、ヤマハが1983年にクエイシリーズを発売した。現在では、マーティン、ギブソン、テイラーなど、 主要なほとんどのアコースティックギターメーカーがエレアコのモデルをカタログに揃えている。基本的な構造は一般的なアコースティックギターと類似している。ハウリングを抑えるためにあえて性のなりを抑えている場合が多い。以下に例を挙げる。また従来のアコースティックギターに後から装着するための単体ピックアップも各社から数多く発売されている。 これらの製品は、出来合いのエレアコではなく、自分の愛機をステージで使用したいというミュージシャンに多く使用される。ピックアップは、ギター内部に設置される音を拾う装置である。上記の通り、エレアコには、ピエゾピックアップが多く使用されている。つまり、マグネティックピックアップが、弦一本一本の振動のみを拾うのに対し、ピエゾピックアップは、弦の振動に限らず、 ギターの振動そのものを拾うことになる。このような理由からアコースティックギターの音色を表現することにおいてはピエゾピックアップの方が優れているとされている。一方、ピエゾピックアップでハウリングが起きやすいのはこのように弦の以外の振動を拾う構造のためである。エレアコの鳴りを悪くする、つまり振動させにくくすることによってピックアップがアンプの音の振動を拾いにくくなり、 ハウリングが起きにくくなる。なお、マグネティックピックアップはアコースティックギターの音色を表現できないとして敬遠されがちだったが、最近ではアコースティックギター用の高性能なものも発売されている。ハイインピーダンスなので、PA、ローインピーダンスが多いにつなぐ際は考慮すること。ボディサイドに埋め込まれた音量、音質などを変換する装置。 一般的なものは 9V の電池を入れる構造になっている。外付けの単体製品もある。通常のフォークギターと同様に弦はスチールでネックも細くなっている。一般的なフォークギターがアコースティックギターと呼ばれることがあるのと同様にエレクトリックフォークギターもエレクトリックアコースティックギターエレアコと呼ばれることがある。一般的なクラシックギターと同様に弦はナイロン。 ガット弦で、ネックも太い。エレガットと呼ぶ場合が多い。大音量でエレアコを演奏すると、アコースティックギター本来の響きが失われてしまうため、アコースティックギターの響きを作り出すシミュレーターを搭載したエフェクターも発売されている。また、エレアコの演奏ではハウリングが起こることが多いため、ハウリングの起きている周波数を検出し、それを抑える機能を持ったエフェクターもある。 蒸気のエフェクターとは別に、アンプそのものがエレアコ専用の仕様になっており、アコースティックギター本来の音色を奏でることが可能なものがある。代表的なものは、ローランド社の AC-60 など。エレクトリックギターにも、フルアコフル、セミアコースティックギター、セミアコと呼ばれる種類が存在するが、これらは、エレクトリックアコースティックギター、エレアコとは別のものである。詳細は、 エレクトリックギター種類を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。